世界の頂点を決める戦いが始まります。テレビをご覧の皆さん、こんにちは。キューバ代表対南アフリカ代表ゲーム1の模様をご覧いただきます。ゲーム解説は田尾康さん。あ、キューバ相手たちと勝てんな。山口不条でお送りしてまいります。それではお二方、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、これから熱いゲームをお楽しみいただきます。アフリカでよ。アフリカとキューバやったら運転差じゃない。見た感じが強そうなのって言っただけ。チームはどうか。アフリカキューバに勝てるわけない。わからんでよ。まあ、俺がアフリカでやらにいけんのに。逆やったらよ、まあ、キューバも勝ち確定やけど。ラウンドは先発ピッチャーベラ、最初の1球。初球ヒッティング、いい当たり、これは三遊間だ。いい当たりでしたがサードゴロです。一塁アウト、余裕がありました。そして次の2番、まずはワンアウトを取っています。どこに受けてくるんでしょうか。その初球カーブから入りました。ワンダスイングです。この回はワンアウトになっています。変化球を打っていった、打球はショートへ、取った、一塁送球、一塁アウト、ショートゴロに終わっています。そして次の3番、この回まず2アウトを取っています。第1球です。初球打ち、うわー、ヘボ打線やな。南アフリカ、これでキューバに勝てる、勝たんにいけないか。野球の国じゃなきゃしょうがないよ。うん、まあ南アフリカ身体能力は高いやろうけどね。目もすごいやろうし。変わって守ります南アフリカの先発ピッチャー、スミス。さあ、そのピッチングを見守りましょう。視力が A だけじゃダメなんだよ。うん。1回の裏、キューバの50メーター先からでも見えるっつうかの。まず初球。すごいよ。高いよ、高。うん。そう。ファウルです。高とこ飛びだよ。うん。直球で切りました。さあ、追い込みました。強い当たり、サードへの打球、強い当たりはサードゴロになりました。サードゴロに終わりました。次のバッターです。まず先頭バッターを打ち取っています。最初は空振りになりました。カウントワンストライクノーボールです。次の2球目、このまっすぐは外れました。ワンエンドワンになりました。3球目、今度もストレートできました。ストレートで2ストライク目を取りました。さあ、第4球、これは変化しました。2エンド2になっています。次が5球目、あっと見逃し、あんた休みたらダメだね、ダメっていうのはね。そしてクリーンナップへと、アホだけダメとかバカだけダメとかにダメだなって言ってね、何を投げてくるか。白くじた悪いけどそんなに見えるか。最初は1から入りました。ボールカウントワンストライク、2球目です。アウトコースで決めました。カウント2ストライクノーボールです。次のボール注目しましょう。バッといい当たり、滝が上がって宇宙海面へ追っていきます。取りました。これでスリーアウトチェンジ。さて0対0のまま2回に入っていきます。2回の表、南アフリカの攻撃。そしてこの回の先頭ルトガー、右のバッターボックスに入り、両チーム無得点のまま2回に入っています。さあ、第1球打った、この打球はファウルになります。さあ、2球目、もっと金が入ってます。変化球決まって通なスイングです。スライダーで追い込んでいます。際どく攻めるのか。三球三振。そして次の球、まず先頭バッターから三振を奪っています。痛烈な打球、初球になった。これはファーストになります。これは一塁アウトです。ファーストゴロに終わりました。打順が移ります。ボータン。さあ、最初のバッティングはどうでしょうか。真ん中打って低い当たりになった。取りました。スリーアウトチェンジ。2回の表終了。うわ、これはキューバ相手にはきついな。キューバの攻撃、このゲームの最初の打席になります。最初のボールを決めました。ワンストライクです。2球目、まっすぐ打ってショートへの打球、取った、一塁へ、一塁アウト、ショートゴロに終わりました。バッター、マジエタ、ワンアウトランナーはありません。初球はどうか。今のところ抑えてるけどね。初球ストレートできました。ボールカウントワンストライク、2球目はどうでしょう。
これはツーアウトだ。これはセカンドになります。強烈な打球でしたがセカンドゴロです。一塁はアウトです。セカンドゴロに終わっています。そして次の6番早くもツーアウトになっています。ちょっと簡単にアウトをねやっちゃってますね。はい、早いカウントからの攻撃になっています。ツーアウトになっています。2球目はどうか。速球に合いません。ツーストライクです。次はどんなボールを持ってくるか。あっと空振り三振、スリーアウトチェンジ。今の場面もう一度見ていただきます。2回の裏を終了。キューバ代表この回も三者凡退に終わって3回の表、南アフリカの攻撃。先頭のバッターウェイツ、今日の第一打席になります。0対0、まだ得点はありません。さあ初球はどうでしょう。まずは初球ストライク、ワンラッシングです。さあ2球目は須藤君は高いバウンドになりました。取って一塁に送ります。一塁これは悠々アウトです。ショートゴロに終わっています。次のバッターワンアウトランナーなし。最初の1球は成田、まず空振り当たりません。ワンストライク。この回もまず先頭バッターを打ち取りました。アウトコース、このボールは見送るのが精一杯。次のボール注目しましょう。それどころじゃなかったら、ウェイトレスが逃げてるから。真ん中打った、これは低い打球、一塁送球、一塁これはアウト。セカンドゴロに終わりました。どうも最初のバッターボックスに入っています。ごめん、うちレシピの分順番で書いとるけど、その順番に3匹挟んで。ストレート打って、打球は焦ったね。10倍以上打ってくれよ。取りました。これで3アウトチェンジ。私3回の表が終了。南アフリカ代表どうしたの。3人で攻撃。他の生徒が見に行った生徒とかの何3回の裏9番の攻撃。さあ今日の第一打席です。あれ寄せたか。はい、1球一つも働いてない。初球空振りになりました。まあきっちり振ってんですけどね。はい、大きな空振りでした。インコースストライク、ボールカウント2ストライク。遊び球あるのか。3球で決まった。3球でくしゃりと抑えます。ウェイトレスって言ったって。さあ今のプレイご覧いただきましょう。そして次の打者2人から連続の三振を奪っています。さあ初球です。こっち頭で入れようと思うんです。まっすぐ打ってバウンドになります。ワンアウトランナーはありません。うどん1へのボールだった。打球はライン際切れるか。取った。サンドイッチ3つ。一塁これは悠々アウトです。プラスアルファファーストゴロに終わっています。今日の1打席目になります。最初のボールは初球振りません。ワンラスインです。さあ第2球浮かしパスをストレート打って、これはセカンド、ね、セカンドが取ります。一塁の球は一塁アウトで、スリーアウトチェンジです。あれに行くって言ったらさすがにただだろ。入っていきます。で歌は姉ちゃん頼むよね。南アフリカの攻撃、この回から2巡目に入ります。フィリップ打席に入ります。この前の打席はいい当たりだったんですが、サードゴロに終わっています。本当に好きじゃないの。いい当たり、初球からいった。この打球は距離は十分だが、あんたのとこ好きだよ。歌ったわ、ベタ褒めしとったら。クッキーも美味しいって友達が歌ったけ買いに来たんだけど。まっすぐ打って、打球はショートへ。ショートが抑えます。一塁送球、一塁アウト、アウトです。ただでしょ、ショートゴロに終わります。初球はどうか。これはセンターへの打球、取った、取っています。センターフライに終わりました。試合は4回の表、まだ両チーム得点がありません。材料はもう私が作っとったけね。もうあとのに、ね、挟むだけ。強烈な打球、初球しっかり捉えた。打球はレフトへ上がってどうだ。行きましたよ。これは取れない。ワンバウンドヒット。打ったバッターは一塁を蹴った。さあ二塁クロスプレイか。9名食パンで3塁と強烈になりました。サンドイッチをチンする好きだけど、食パンをチンして、そして打順が変わります。ルトガー、もちろんランナーを返せば先制ということになります。マーガリンランナー返せば先制点ということになります。マーガリンほど見送っていきます。カウントワンストライクノーボールです。さらしに打って順番に寄せよ。今度もいい当たり、レフトへ、レフトへ上がった。後ろに下がる、下がる。ワンバウンドヒット。バッターランナーは一塁で二塁へ。ボールは中継でしょうか。さあそのランナーが、もう先制できたわ。タイムリーツーベース。1対0。打者は宮城を見た。ここで試合が動きました。今のプレーをもう一度見てみましょうか。やらされたいん。自分のバッティングをすればいいですよ。結果としてタイムリーになりますからね。
先ほどの打球は見事な当たりだったんですが、ファーストゴロに終わっています。ストレート打ちました。打球は左、取りました。スリーアウト、チェンジ。接戦が続きます。いやー、どっちのチームも穴がないですね。4回の裏、キューバの攻撃。こちらもこの回から2巡目に入ります。オリベラ、ここまで3回をノーヒットに抑えています。初球は際どいところに来ました。ワンストライクです。ここまでのキューバ、序盤は残塁なし、もちろん得点もありません。あっと、今度はインコース、ツーストライクです。今度は変化球、バッテリー1球外してきました。あっと、これはいい当たり。この打球はレフトへの当たり、高めきバットからの三振。結局空振り三振に終わりました。さあ、今のプレイご覧いただきましょう。動くのだけ早かったけどね。そして次は DH、ヘンリケス、右打席です。今日2度目のバッターボックスに入っています。さあ、最初の1球、初球ストライク、ワンストライク。この回はワンアウトになっています。これはストレート、カウント2ストライク、ノーボールです。際どく攻めるのか。これで痛烈な台、これはショートになります。取った、一塁に送ります。アウト、ショートゴロに終わっています。打順が変わります。スミス、今日は4回途中までを投げて、ヒットは許していません。失点なしのマウンドです。初球は、まずはストライク。ちょっと力入りすぎじゃないですか。スイングが豪快に行きました。これはまっすぐ、ストレートで追い込みました。さあ、外してくるのか。寝た暇の時間ないからじゃん。なっと、スイングアウト三振。スリーアウトチェン。こういうのが出ると簡単。あの時は作るやったの。クロスゲームは1球1球に注目です。そうですね、特にピッチャーの攻めどころ。5回の表、南アフリカのベラ、今日の4回までのピッチング、許したヒットが2本、そして1失点となっています。何もできんと思う。真ん中は、打球は左へ。できんことはない。ワンバウンド、ワンバウンドした。さあ、ヒットになります。打ったバッターは2塁へ。このタイミングはどうか。ツーベースヒット。さあ、父さん、今のはどう見ますか。ちょっとね、今のコースなら打たれて当然でしょうね。なるほど、ボールが甘くなったところをしっかりと打ってきました。この前の当たりは芯で捉えたんですが、ショートゴロに終わっています。綺麗に捉えましたね。第1球、まっすぐを打って、この打球はセンターです。取った、取りました。センターフライに倒れました。得点圏での気持ちの入り方は全然違いますよね。そこはやはり打者としての責任ですよね。まあ、野球は点取りゲームですからね。ガーッと打ちました。取りました。これで2アウト、キャッチャーフライに終わりました。男を上げる打席、今日の奪三振の数は1となっています。初球はどうか。まずは変化球、空振りになります。タイミングが合いません。さあ、第2球、さあ、この当たりは、これは低い当たり、これはライトに上がった、これは取れない。ワンバウンドヒット。バッターランナーは一塁蹴って二塁へ。セカンドランナーがホームに帰ってきました。タイムリーツーベース、2対0、1点を追加します。点差は1つ増えて2点差になっています。さあ、リプレイでご覧いただきましょう。ジキ文化さんに一番ジャッキーだった。ファンの声援を背に受けてのバッターボックス。スタンドの声援に応えるのも選手の役目ですからね。球場全体が揺れてますね。やっぱりね、スタンドまっすぐ落ちました。これはセンターへの打球、前に出る、前に出ます。取って、その後チェンジ。さあ、今度の攻撃で流れを変えていくことが。やらにはいけんのだけど、やらされる。5回の裏、キューバの攻撃。ここまでのキューバ、ヒットはなし、まだ得点がありません。南アフリカがリードしています。最初のボールを決めました。ワンラッシングです。どう攻めるのか。見に行きたかったのに、南に行きたかったのに。オールカウント2ストライク、追い込んだが、遠いボール、手を出したファウルです。さあ、次の4球目は、ラッシングを打ってセンターに持っていきました。ワンアウトです。ワンアウト。ここまで1人のランナーも許していません。そしてバッターは5番バイエタ、2台の打席です。ワンアウトランナーなし。初球は手を出しません。この球は外れています。ワンアウトになっています。入れてきました。ワンストライクワンボール。奪った三振の数が5となっています。ストレートを持ってきました。さあ、ここは追い込まれていますが、ガーッと強い当たり、ライトへ上がった。しかしこれはライトになります。ライトフライに終わりました。バッター、デスパイン、打席に入ります。今日2回目のバッターボックス。じゃあ、今朝は売上の一部、先生に交渉してもらった。まずは初球見送りました。いいところへ決めてきます。この回、順調に2アウトまで来ました。大きくバットが回りました。2ストライク、ノーボール。さあ、決め球を見せるか。低め打ちました。打球はショートへ。取りました。1塁へ。1塁アウトで、3アウト、チェンジになります。ゲームは5回まで終了しています。
キューバ代表5回目の三者凡退に倒れています。依然パーフェクトは続いています。ワールドベースボールクラシッププール B ゲーム1は6回の表南アフリカの攻撃、2番からの打順になります。ゴードン、さあ1球目初球から入れてきました。ワンストライクです。今日奪った三振の数は1となっています。これは外です。2ストライク、追い込んでいます。この3球目はどうする。変化球打った、打球は1塁間抑えた、1塁送球アウト。この通りはピッチングに専念で、ファーストゴロに終わりました。金払いをここに入れます。打順が移ります。フィリップス、この回はまずワンアウトを取っています。1球目は空振りです。カウント1ストライクノーボールです。この回はワンアウトになっています。すごい足がたたたたでる。これは強烈な当たり、打球はレフトへ上がってどうだ。ワンバウンドヒット、になる。さあバッターランナーは2塁へ。さあショート中継する、ツーベースヒット、2打席連続センターへのヒットが出ました。さあ得点圏のランナーを返せるのか。まあ、こういう場面は自然と気合は入りますからね。ここは一つの山ですね。ゲームをある程度左右すると思いますよ。さあ大事な大事な対戦です。次の2球目変化しました、取りました、一塁に送ります。一塁アウト、ランナーその間に三塁へ。まあ、右方向を、ね、意識した打ち方です。さあ3回目のバッターボックス、最初の1球当てるのが精一杯、チャンスを潰した形になりました。これはレフトが前に出ます。取りました、これで3アウトチェンジ。6回の表までゲームは終了しています。この試合はまっすぐが多めの配分になっています。6回の裏、キューバの3回の第1打席、空振りの三振に倒れています。まず高めのボール、これは外れました。2球目はどう攻める。ストレートできました。カウント1エンド1。次の投球が今日の50球目。今度もストレートできました。直球で追い込みました。さあ4球目。あっと三振。そしてバッターベスタ。まず先頭バッターを三振に仕留めています。いった。この打球はファウルになります。6回の裏、ワンアウトになりました。見ましたが、これはストライク、ストレートで追い込みました。外のボールを打って、上に打っていった、上がりました。打って、少しこの打球はファウルボール。さあ、何を見せるか。まっすぐできました、2エンド1です。低めのボールを上げてしまった、これはどうでしょうか。今のはね、引っ掛けてしまいましたね。2アウトです。もしかすると、もしかするんでしょうか。打順が早くも2アウトにしています。まずは外から来ました、ワンストライクノーボール。今日の奪三振の数は6となっています。決めてきます。さあ2ストライク、追い込みました。さあ追い込んだ、あっと空振り三振、3アウトチェンジ。さて試合は2点差のままラッキーセブンに入っていきます。7回の表、南アフリカの攻撃、バッター、ボタ、試合を決定づけるには得点が欲しいところです。ノーアウトランナーありません。タオさん、南アフリカのこの後の展開なんです。まあ最近の野球は分かんないですから、もうちょっと点欲しいですよ。はい、ここはランナーをまず出していきたい場面です。これは大きい、強い当たり。これ長打になりますよ。追いかける、追いかける。いけたー、長打コースになる。打ったバッターは二塁へ。さあ、二塁、クロスプレーか。2打席連続のツーベースヒット、左中間へのツーベースが飛び出しました。そして次のバッターとなります、ウェイズ。この場面はリードを広げておきたい。これが3回目のバッターボックス。まずは簡単にストライクが来ました、ワンストライク。今日のゲーム、タオさん、黒木さんの解説でお伝えしています。真ん中打った、今のはファウルになります。あっと打ちました、打球は左、取って、これでワンアウト。ショートフライに終わりました。フェンスぐらいまで飛んでればいい。ベラ、今日は7回途中までを投げ、許したヒットが6本、この回そのうちの1本がありました。真ん中打ちました、取って、2アウトになりました。ランナーは変わりません。これで2アウト。さあ3回目のバッターボックス、まずは初球ストライク、ボールカウント1ストライク、点差変わらず2点差、南アフリカがリードしています。真ん中打った、ラインには決まった、一塁、これはアウトです。これで3アウトチェンジ。7回の表が終了、南アフリカ代表無得点に終わっています。
あ、もう球数制限が来るな、これ。4回の2打席目、空振りの三振に終わっています。どう組み立ててくるか。最初は外に持っていきました。ワンストライクです。スミス、今日の6回までのピッチング、許したヒットはありません。失点はありません。今度はインコース。このストレートで追い込みます。三球三振。さあ、今のプレイご覧いただきましょう。バッター BH、ワンアウトになっています。初球見送っていきます。カウントワンストライクノーボールです。第2球はどうや、高めのインコース、ボールカウントワンエンドワン。さあ3球目はどうか。このストレートはわずかに外、ここはバットを出しません。現在連続三振を奪っています。詰まった、詰まっています。これはセカンドになります。セカンドが抑えます。一塁へ、これは一塁アウトです。ツーアウト、7回ツーアウトまで来ました。奪った三振の数が8となっています。初球ストライクを取りました。ワンストライクノーボール。4回の前の打席、空振りの三振に倒れています。鋭い当たり、打球はファーストへ。キャッチャーのサインが打っていった。一二塁間の当たり、一二塁間に破った。ツーアウトからヒットが出ます。初めてのヒットが出ました。さあここで球数制限いっぱいです。無失点でマウンドを譲ります。先発ピッチャーマウンドを降ります。リンゼ、ツーアウト、ランナー一塁の場面でマウンドに上がります。そして次のバッ、この回ヒットを打たれています。どこから行く、これも続けている、破った、綺麗に破りました。ランナーは二塁に止まります。レフトへのヒットが出ました。そしてホームラン、これが3回目のバッターボックス。まず変化球を見せてきました。ワンストライク。先ほどの打球は見事な真っ直ぐ落ちました。三遊間破りました。グラブランナーは一気にホームへ。ヒットになった。いや、結果をすれず塁が埋まりました。アウトを取りたかった場面でした。まずは初球見送りました。これは手を出させません。先ほどの打球、高めを打ちました。これはセカンド取った。一塁送球、一塁、これは余裕でアウト。これでスリーアウトチェンジです。この場面でホームランが出ると盛り上がったんでしょうね。ですね。その期待には応えられませんでした。8回の表、南アフリカ、まだフォアボールを出していません。強烈な当たり、打ち上げてレフト、いいと思いますよ。レフト追いつけません。頭上に越えました。さあ打ったバッターは二塁を狙った、狙った。さあタオさん、今のバッティングはどうでしたか。ピッチャーからしたらしょうがないでしょう。真ん中投げましたからね。これは悔いの残る一球と言っていいでしょう。さあそして2番に回り、依然として2点差、南アフリカがリードしています。ストレート、これはセンターへの打球、まあ、詰まっちゃいましたね。取ってワンアウトになりました。センターフライに終わりました。1人倒れて次のバッ、今日4回目のバッターボックスに入っています。まずはストライクを取りました。カウントワンストライクノーボールです。2球目はどうでしょう。ビッグめな感じになりました。ファウルボール、ストレート打って取って、アウトが2つになりました。キャッチャーフライに倒れました。アウトが2つになって、ベラ、今日は8回途中までを投げ、許したヒットが7本、そのうちの1本がこの回です。最初はインコースから来ました。ワンストライクです。次のボールは真ん中、落ちました。これはセカンドになります。取った、一塁へ、一塁のアウトでスリーアウトチェンジになります。ゲームは8回の表を終了。8回の裏、攻撃中のキューバ、先ほどのイニングは残塁が3つ、結局無得点に終わりました。初球は変化球から入りました。ボールカウント1ストライク。さあ2球目、村本、ボールカウント2ストライク。果たして3球勝負するのか。3球目決まった。もう一度振り返りましょう。そしてバッターは8番ベスタの、右バッターボックスに入ります。この回はワンアウトになっています。最初の1球は何か、その初球ボールになりました。カウントノーワン。さあどうでしょう。これは低め、近いところです。ノーツー。次が3球目、これはストライク、ワンエンドツーになりました。バッティングカウントになった。
コーナーへ決めました。枠をいっぱいに使ってきます。チェンジアップ打ちました。三遊間です。抑えた。一塁送球アウト。サードゴロに倒れました。そして次の9番リンゼ、今日は1回を投げて打たれたヒットが2本、失点なしの成績です。さあ初球、その初球は外のボール、ワンナスイングです。2球目はどうでしょう。高め、これは低い打球、センターの前、ランバーを出しました。ツーアウトからヒットが出ました。カオさん、今のはどうでしたか。今のまっすぐでは抑えるの。さあ9番代表、センターへのヒットでランナーを出しています。初球はどうでしょうか。初球インコースから入りました。カウントはストライクノーボールです。これが4回目の打席、ファウルです。さあ強烈な当たり、この当たりはセンター打ち上げた、ワンバウンドヒットになりました。さあファーストランナーが二塁を回ります。さあヒットになります。期待に応えたい。今日のバッティング3打数のノーヒット、ここまでまだヒットがありません。まずは簡単にストライクが来ました。ワンストライク。リンゼ、今日は一回、あー、これやった。この回もチャンスに続けませんでした。一塁に送ります。一塁アウトでフリーアウトチェンジです。ちょっとこの攻撃はね、もったいないですよね。ですね、まあ守りが分かる。さて試合は2点差のまま9回最終回へと入っていきます。9回の表、南アフリカの攻撃。この回の先頭バッターミレンバーグ、ダメ押し点、そのきっかけを作っていけるんでしょうか。点差変わらず2点差、南アフリカがリードしています。行きました、前進前進、これは取れない、ワンバウンドヒット、ノーアウトからヒットが出ました。センターへヒットを打ちました。そして次のバッターを迎えます。ウォーカー、今日はここまで3打数2安打。第1球は真ん中はワンアウトです。ショートフライに倒れました。そして次のバッターとなります、ウェイツ、ベラ、今日は9回途中までを投げて許したヒットが8本、この回そのうちの1本がありました。最初はストレート持ってきました、ワンナスイングです。ベラ、ここまで許したヒットの数は8となっています。ストレート打ちました。これでアウトが2つ、セカンドフライに終わりました。さあ満を持しての登場です。ツーアウトになって次のバッターです、スコット。7回の3打席目、セカンドフライに終わっています。初球から打った、打球はレフトに上がってどうだ、いくついくでしょうね。あーっと抜けた、ワンバウンド抜けました。打ったバッターは2塁へ向かった、ショートが中継、ツーベース。このチャンス、なんとしてもものにしていきたいところです。あまり大きいのは狙わずにですね、野手の間を抜いていきたいところですね。接戦をものにしたいこの勝負、なんとしてもランナーを返したい。動いて今日は1回塁に出ています。まずはスローカーブを見せました。ちょっと合わないようです。今日4回目のバッターボックスに入っています。これもいい当たりだ、宇宙間に上がった、取ってスリーアウトチェンジ。そう、9回の表を終了、南アフリカ代表得点はなりませんでした。この2点差の場面でのマウンドになります。さあ最終回、注目のピッチング。9回の裏、今日4度目のバッターボックス。強烈な打球、初球失敗となった、これは低い当たり、センターの前に落ちた、ワンバウンドヒット。キューバ、今日のゲーム放ったヒットの数が6となった。グリエ、一度の出塁がありました。今日のゲームです。さあ最初の1球、最初はストライク、ボールカウントワンストライク、いきなりランナーを背負っています。変化球インコースに来ました。これでツーストライクと追い込みました。一気に来るか、今度はカーブを持ってきました。際どいですけどね。はい、最後まで見ていました。さあ詰まらせました、これは高いバウンド、ファウルになりました。さあ5球目、打った、打球は右、これでワンアウト、セカンドフライに倒れました。さあホームランで一気に展開変わってくるんでしょうか。マジか、その注目のバッターボックスです。どこから行く、あっとキャッチャーこぼしました。さあこれはどうか、パスボールがここで出ました。これが4回目の打席、外へ直球で追い込みました。さあ勝負するんでしょうか。あっと三球三振、最後はバットに当てさせませんでした。さあリプレイでご覧いただきましょう。
あ、でもこれで9番勝ったら大金星だな。面白くなるであろうという場面です。7回の第3打席、セカンドゴロに終わっています。抑えて勝利とするのか。初球振りません。ワンボールです。デスパイン、今日はまだ塁に出ていません。ストライク、ワイエンドワンになりました。ツーアウトになっています。次はインコース、ツーストライクワンボール。これで終わるか。低めの球は打ち上げました。引っ掛けてしまいましたね。取りました。試合終了。ワールドベースボールクラシック、プール B、 ゲーム1は2対0、南アフリカの勝利となりました。世界の頂点へ、まずは初戦を飾りました。投手リレーで完璧に抑えています。さあ、ご覧いただきました今日のゲームの解説は田尾靖さん、黒木智弘さんでした。今日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。